江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。音楽の話題ですね。渓谷民、渓谷からはなぜ世界的なバンドが出てこないんですかね、ということで、こちらスレッドがありました。ご紹介していきたいと思います。くーちゃんお願いします。日本は X ジャパン、ラウドネス、T スクエアのようなバンドが世界的に成功を収めたことで知られています。しかし渓谷にはまだ世界的なバンドはないと思います。あっても国内でしか人気がありません。ユンとヒョン、バンドがイギリスで完全なアンダーグラウンドから始まったことは覚えていますが、渓谷も楽器が上手な人が本当に多いと思うのですが、しかしそのような人々はほとんどセッションもしていないようです。はい、という書き込みなんですけども、こちらに対して渓谷の反応言ってみたいと思います。どうしてでしょうか。はい、1人目、兵役があるからでは。スレ主が挙げたバンドは世界的に成功を収めていると言えるだろうか。渓谷で最も人気がない音楽がロックなんだと思う。逆に日本はバンド音楽が昔から人気を誇ってる。渓谷でも人気がないというのに海外で成功すると思いますか。大のバンド音楽の方が渓谷のバンド音楽よりもよほど優れている。一流の経済力と巨大な内需市場を持つ日本が得意なだけです。世界的なバンドというものは日本以外には西欧圏にしか存在しません。人気がなくてバンドをする人間も少ない。それで上手なバンドが出てくるわけがない。演奏力についても日本や東南アジアに負けている。お金が稼げないからでしょ。これだと思う。お金が稼げないという理由が最も大きいです。デジタルで音楽を聴く時代になったから、音楽もより視覚的な方へ向かっていくしかありません。今は耳で聞くだけではお金を稼ぐことが難しい時代になりました。日本のバンド音楽と渓谷のアイドルでは全く違うというのに比較する方がおかしい。渓谷のアイドル？唐突に出てきたの。バンド文化自体が我が国では完全に廃れてしまった。今後もバンド音楽で日本に対抗するのは難しい。日本はアナログなものが好きだから、ギターやドラムなどのアナログ楽器が好まれる。いうわけじゃない。世界的に見てもバンド音楽は衰退しているし、今はポップスやダンスミュージックの時代。あえてバンド音楽で成功する必要がない。 YouTube を見ていると渓谷人ギタリストも割と活躍しているように見える。おー、いるはいるんだな。はい、ということでね、それではチャットの反応いきましょう。はい、でもさ、ポップスやダンスミュージックの時代だからっつったって、それはそれで競争激しいからね。どっちもどっちだよね。そりゃアイドルばっか育成してるからだろ。バンドって自分たちで作詞、作曲、編曲するんだけど、お前らはできるの？渓谷の音楽ジャンルはアイドルしかないからだよ。全員ボーカルしかやりたがらないから、バンドにならないんじゃね？あれだけ K-POP がどうの言ってたのに？クポップはデホルホルしてるからやん。楽器練習しないから？協調性のなさ。内容じゃなく順位にしか興味ないからだろ。そんなので他人を感動させられるものが作れるかっての。エチエチコスチュームの腰振りダンスしか売れてない。一曲集中でしか分野を育てられないだろ、わらわら。売れれば真似するから個性が生まれない。DJ がおるやろがい。メンバーでマウント取り合って音楽として成り立たないからじゃないですか。お前らは真似ばかりしているからだよ。独自の音楽とかねえだろ。パクるのしかできないからカバーはできる。自己創作できいいんじゃね。楽器が上手ったってその先の創造性がなけりゃ。なんで渓谷ではバンドの人気ないんだろ。おお、私が思うにやっぱりさっきありましたけど、一曲集中だからじゃないかな。渓谷の内需が、まあ他の、まあ、
日本と比べてっていうか、渓谷の内需だけで食っていけない、人気のないジャンルが、じゃあ、本当にいろんな人が、いろんな企業が、こう、スポンサーになって、これを流行らせていこうって、こう、恣意的にやらない限りは、こう、そのジャンルが盛り上がっていかない。当然、個人で頑張ってもたかが知れている。それでは、ご飯が食べていけない。だから、まあ、YouTube で、YouTube っていうね、こう、媒体があるから、まあ、もしかしたらいけるかもしんないけど、やっぱりそれでも、挑戦後って、っていうくくりの中でやってると、やっぱりいつまで経ってもマネタイズできないよ。だから成長してこないって。もちろん技術があって、まあさっきも言ったように創造性とかあれば話は別かもしれないけど。って思いますけどね。やっぱ内需がね、ないのが致命、まあ致命的って言っちゃあれだけど。いいじゃん、ご自慢のクポップがあるんだもの、わら。その西欧圏で売れてなかったけど、日本で売れて有名になったバンドいくつかあるぞ。その目先の金のことしか考えないの改めたら、そうだね、タイはロックバンドも盛んで人気あるわ。そうなんだ。おー、成長には段階というものが必要で、一足飛びには文化というものは成り立たないのだよ。ランキングとかノーベル賞とかそういうもののためにやってるから本物になれないんだよ。お前らんとこは知らんけど、アマチュアでバンドやってる人多数いるぞ。わしもそうだが、そういう下地がないんだろ。協調性がないのにバンドが成立すると思うのが間違い。ライブでのギターの弾き語りとかは味があっていいんだぞ。お前らには外乱がな。聞くだけでって音楽なんだから聞くもんなんだけど、だから南はバンド成功しないんやってことわからんのか。お前らはアンドロイドみたいな同じ顔で同じダンス踊ってんのが好きなんだろ。日本はクラシックからジャズ、ロックと音楽の幅が広いからな。お前らの商業音楽は商業性優先でアイドル系以外淘汰されたやんか。グレイがたまに軽流バンドとライブをやってますね。本当に悲しい。結構日本のロックバンドは軽遠征しますよね。ちょろいからだろ。渓谷民は楽譜が読める人が少ないって聞いたことあるけどな。そういうこと言っちゃいけないか。台湾のバンドはなかなかいいのがいるんだよ。トロット大切にしろよ、わら。日本の場合は歌ってるだけの人は CD1 枚売れて10円しか自分の懐に入らない。わかった、お前ら部活がないから軽音部とかないんだろ。それではですね、これで終わりにしたいと思います。ああ、渓谷もクラシックのレベルは低くない。あ、ピアニストとか出てくるよね。渓谷のピアノコンク、あ、渓谷じゃないや、なんかヨーロッパのピアノコンクで渓谷人とかいるよ。おお、でもそういう人がじゃあ自国内でこうしょ、まあなんていうのかな、食べていこうっていうか、まあそういう人は国際的なコンクールに出る人は別かもしれないけど、やっぱ渓谷内だけでこうやっていくっていうのはちょっと厳しい。いろんな人の支えがないと厳しいような気がするね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。